9月12日、今日のピックアップ銘柄、今日ピックのコーナーということでやっていきたいと思います。本日はやはり IHI ですかね。ネクステージをね、ストップアスしてるんですけど、ちょっとね、これ、リバウンド狙いの、なんかこう、マネーゲーム化しそうで、まあ、デイトレーダーめちゃめちゃ集まりそうだなということでね、このネクステージに関しては深掘りはあんましないんですけど、やっぱ注目という意味ではね、IHI がかなり注目じゃないかなと思います。15%下落してまして、配当り回り3%復活してきて、 いいるという状況なんですねしのチャートはこんな形になななっておりますす PER は倍ででよとなんでこんこ15.81ね時価総額4900億、まあ、5000億の時価総額の銘柄がこんな16パを下げるってまああんまないんですよね結構珍しいことなんですけれども何が起きたんですかというとアメリカ防衛大手の RTX という会社が公表した同社傘下のプラットホイットニー p and w の航空機エンジンに関する追加の検査プログラムに関し当年度の売上と営業力に 影響ががあるることと想定されるというコメントを開示しておりますと、まあ、要するに、これなんですけど、飛行機のエンジンですね、これを再検査しないといけないと、ちょっと欠陥があったんじゃないかっていう話で、再検査にかかる費用が発生するよ。で、これが、そのアメリカの会社が言ってるのが、30億から35億ドルの費用負担が生じるっていうふうに報道されてるんですね。ただ、この金額っていうのは、RTX 社が言ってる金額で、これぐらいかかるよと。で、この IH IHI の会社に関しても、このエンジンプログラムに約15%のシェアで参画していると。会社の業績の影響っていうのを IHI も受けますよという話が出てまして、それで株価大幅に売られているという状況なんですけど、現段階ではまだね、IHI 側のこの業績への影響は正確にはわからないと。なので正確に分かり次第 また改めて数字は発表しますと。で、川崎重工ですね。こちらも大幅に下落してまして、5.89%の下落ですね。IHI 同様に川崎重工からも本日 IR というかね、開示が出ておりまして、この PW1100GJM エンジンプログラムについてと。川崎重工に関しても RTX 社の影響を受けるということですね。三菱重工ですね。これもほんとみんな大好きの銘柄ですけれども、4.05%。 5%下落しているということで本当にねこれまでもうずっと強かったこのね重工三社が今こうガガッと下落しているわけですね。 まあもう一回ね、チャート見とくとこんな感じですね。ちょっとこう、チャート見比べても、やはりね、あのー、三菱重工のレベチの強さが <laughs>、まあ、際立つかなという感じではあるんですけどもね、うん、いや、三重、いや、どんだけ上がんねんっていう、多分、全員思ってたと思うんですけど、久々にね、4%下落しています。ブルームバーグの記事にもなってるんですけれども、エンジンプログラムシェアは IHI が15%、川崎重工が6%、三菱重工 住戸が2.3%とだからこういう数字の視野になってるってこともあって IHI が一番大きくね16もガガッと売られているという状況でアナリストの計算なんですけれども理論上は IHI の費用計上は8億8000ドル強、まあ、約1290億円ぐらいじゃないかという話が出ております IHI は営業利益ねちなみに900億円ぐらいと。 いうことだね。まあ、結構ね、会社の年間で900億の利益、インパクトはでかい数字かなと思いますね。ということでね、今日ピクは IHI というか重厚系でございましたと。で、他に年初来安値取ってる銘柄も見ていきたいんですけど、またね、最近ちょっとね、ぼちぼち年初来安値銘柄増えてきてまして、特にグロース系ですね。カカコムとかもね、年初来安値取ってきてまして、買い取り回り2.78%ね、ありますけれどもね。 あと、モノタロウですよね。これも、あんまりね、買われてないですよね。まあ、ずっと右肩下がりではあって、最近リバウンドしてたんですけど、こう、またね、ガガガッと売り込まれているという状況になってまして。あとは、GMO ペイメントゲートウェイですね。これ、決済系の銘柄なんですけど、こうずっと上がってたんですよね。昔は。チャートがかなりね、えー、こんな感じで強い。 銘柄で、コロナ禍ぐらいね、大人気の銘柄だったんですけど、直近ではね、えー、こうガガッと売られてきているということで、年収来安値も取っております。あとは机にですね、これもね、あんまり決算良くなかった。 っていうのもあるかもしれないんですけどね。もう決算受けてゴッドどッと売られてまして、ファイナルファンタジーがあんま売れてないんじゃないかということで、コンセンサスを下回っているというね。まあ、コンセンサスってそのみんながこれぐらい売れるんじゃないかと思ってるところを下回ってきて、なかなかね、変われないですね。ちょっと、売られてる銘柄がね、ずっと売られてるっていう感じなんですよね。今日年初来安値は取ってないんですけど、資生堂ですね。これも昨日かな。年初来安値取ってまして、2023年1月からチャート出してますけれども、年初来安値近辺でございますと。 PER ね、80倍ってかなり高いように感じてしまうんで、どうしても。そういったところですかね。で、構成も同じようなチャートで、こう、ずっと売り込まれていると。 いう感じですよね。資生堂に関しては第2クォーター8月8日に出してますけれども、売上高2%減の営業歴75%マイナスというね、数字で出てきております。で、この資生堂とか後世とかね、ラグジュアリー系の化粧品ですよね。かなり高級化粧品ってことなんですけど、そういったところの購買意欲がちょっと落ちてきてるんじゃないか、みたいなね。まあ、インフレになってますしてね、皆さんの生活費のコストがかかってるってのもあるんですけど、ちょっといまいちだよね、みたいな話ですね。で、ただね、 その資生堂の決算説明資料とか見てても中国そんな落ち込んでるわけでもないんですけどね、まあ、確かに資生堂の売上構成の中国が30%ということで構成とね売上構成がちょっとややこしいんですけど30%あるんで中国ちょっと微妙ってなって資生堂売られるのまあ分からんでもないけれども決算見るとさ売上という意味ではねまあまあまだキープしてる方かなと。 ということですねで。利益面に関しては日本の方でマイナスになってしまっててて、ししままおり日本もね、結構そのプチプラだとか韓国コスメとかの影響をめちゃくちゃ受けてるらしくてプチプラのね、そのあんまり高くないスキンケアアイテムとか化粧品とかでもも,うものすごい質が良くなってきててそのインフレになってきてるっていうのもありますけどね生活が苦しいというかあの食費が高かったりとかガソリン代が高いとかね電気代が高いとかそういう中でどこ削るかっていう話になってくると思うんですけどもう もうプチプラでもね素晴らしい商品がたくさんあるということで、まあ、そういったのが最近もう本当に人気になってきてるみたいですねということでまあスクエニとかも売られてますけれどもなんかね売られてる銘柄やっぱなかなか買われないですよねちょっとリバウンドが弱いというかヤマハとかもねずっと売られてますしで逆にですね買われてるとこなんやねんっていうと三菱 UFJ ですよねあのー、どんだけ買われるんすかっていうぐらいもうまあずっと上がって て強いですね。もう、ただ、とにかくこういうなんかもうね、一方的に買われまくってるやつが買われまくってるみたいな、そんな感じですね。後輩統計がね、とにかく強いんですよね。もう、ずっと強い。もう、今年結局ずっと強いですよね。あとは、地銀とかですよね。秋田銀行とかね、PBR0.22 倍ってあの、とんでもない割安評価されてますけれどもね。配当利回りも3.46ありますし、PR10 倍だと。 ってなってくると、ま人によってはね、やっぱこっちの方が買いやすいのかなっていう、今ちょっとそういう風潮になってきてる気がしますよね。株式投資のトレンドが、 高配当割安みたいな。ということでね、新高値っていう意味で言うと銀行系とかね、金融系がもうずっと上がり続けているというような状況です、ね。あとゼネコンとかね、油とかね、そういうの強いですよね。鉄とかも上がってますけどね。で、あとは食品系ですかね。これもね、めちゃくちゃ強いですね。食品とか、あと外食か。外食もマジで強いですね。なかなかね、押し目買いが来ないようなところがもうずーっと一方的に買われまくるというようなね。森永もね、決算を受けてからもうずっと強いですよね。 はい、ということで、このあたりが今買われているよと。で、本日の決算銘柄ですけど、三井ハイテックですね。下方修正を発表しております。今期の経常29%の下方修正ということで、第2クォーター実績は売上上三13%プラス、最終セ7.1%プラスと。で、見通しとしては33%マイナスの通期見通しですね。 純利益ですね。直近だと動きとしては、半導体の決算って全然良くなくて、まあ、ただその悪い決算出して、マイナス40%とか出してても、上場来高値取ってるとかね、アドバンテストとか、そういう感じの動きしてましたけど、逆にね、そういう いったところが、もうこういう悪い数字出てきて、今後どう動いていくのかっていうね、動きも注目したいですよね。半導体悪い悪いってのも,もう分かってはいるんですけど、だいぶそのビッグイヤー先取りしてる気もするんでね、2024とか5とかね、回復するって言われてますけど、まあそういったところを先取りしてたのかどうかというね、それともまだ強いのか。 っていう、半導体の動きとかもね、注目したいですよね。で、今後のスケジュールこちらのようになっております。決算も色々ぼちぼち出てくるは出てくるんですけれども、やはりね、日銀会合ですかね。とにかくこれ注目ですね。あと FOMC もあります。だから株価が大きく動くとすれば、このあたりのイベントに絡んでね。 動く可能性もあるんで、この二つはね、カレンダーに入れといた方がいいと思いますね。スケジュールに入れといた方がいいんじゃないかなと、個人的には思ってますと。9月14日、パーク24とか、エニーカラーとか出てきますよね。もう、エニーカラー、ビジョナル、この辺のね、個人投資家、大好き、大好き銘柄出てくるんでね。エニーカラー、エニーカラーエニカラーもね、決算後の動き結構、グワンぐンんするかもしれないですね。まあ、ただね、そんなサプライズないと思うんですけどね。前回6月本決算 出して今回、一築ですよね、第1クォーターなんで、で直近の動き見てると、第1クォーターから業績の修正ってもうあんまかけてこないんで、まあ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 、一区見て、うん、はいはいはいって感じになる気はするんですけどね、そんなサプライズはないんかなと、個人的には思ってますけどね。ともかくもう最近、決算後の動きが激しすぎるんで、十分にね、注意していただければと。知らずにえ今日決算だったの めちゃ暴落とかそういうのが本当にこれから起こり得るのでね必ず決算の日程確認しといてくださいと。はい、ということで今回の調査では以上。